ったくん。聞こえてなかったんですか。聞こえてないんです。泉くん指名しました。指名しましたから登壇してください。国民民主党の泉健太でございます。まず新潟山形地震、改めて被災者の皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。我々野党もこの復興に関しては、先ほど話がありましたように与党野党ございません。全力を尽くして我々も協力をさせていただきたいと思います。さて、私は国民民主党無所属クラブを代表しまして、本日の議題である安倍内閣不信任決議案に賛成の立場で討論をいたします。先ほど立憲民主党から暮らし安心回復選挙ありました。いいと思います。家計第一を掲げる私たち国民民主党も賛同し、共に戦いたいと思います。よろしくお願いいたします。そして我々野党からは、国民の皆様に建設的具体的な訴えを続けてまいります。国民民主党をはじめ野党各党はこれまで批判だけにとどまらず、政府案でも良いものには賛成をし、国民生活と民主主義の向上を最も重視して国会論戦に臨んでまいりました。先ほど与党の萩生田議員は、野党の政府法案賛成率を、ご存じなかったようでありますけれども、与党国対の皆様におかれましては、ぜひこの基礎知識ぐらいは教えていただきたいというふうに思います。さて、アベノミクスでは、待てど暮らせど、国民の生活、地域の経済は向上いたしません。安倍政権では、北方領土問題、拉致問題と注目を集める発言はあっても、一向にその成果は出ておりません。もういつまでも、こうご期待、そして道半ばでは許されないのです。国民を疲弊させ、自らの権力基盤のみが強化されるという安倍政権には、不信任を求めます。以下、家計第一を掲げる国民民主党の立場から安倍内閣不信任の理由を申し述べます。まず、アベノミクス停滞。総理、 GDP600 兆円はどうなったのでしょう。与党の皆さん、旧三本の矢は今も覚えてますか。成長戦略は実現できましたか。そして一向に進展しない新三本の矢、もうその内容すら覚えていないのではないでしょうか。このアベノミクス停滞だけでも十分な不信任理由です。戦後最長の景気拡大との総理の自画自賛も虚しく、物価の上昇は起きたものの、国民の可処分所得は少なく、消費は拡大していません。最近総理は GDP600 兆円を語らなくなりました。2018年度の経済成長率もわずか実質 0.7、 その達成が難しくなっているからです。経済は実質で見るのが常識にもかかわらず、総理はやたら名目を強調してきました。しかし最近はその声すら小さい状況です。なぜなら、2018年度は名目でも 0.5、 再び名実逆転を起こしてしまったからでもあります。年平均で見ても、安倍政権では実質 1.2% 成長。総理が悪夢のようなと罵る民主党政権では実質 1.6% 成長。皮肉なことに、あの民主党政権よりアベノミクスが悪夢であったということなのであります。自画自賛の内容も空想です。例えば倒産件数、安倍政権は低水準を宣伝しているようですが、現実は休廃業、解散した企業の数が2018年には4万6000件超と増大しています。より余裕を持って法的手続きができた倒産が減って、むしろ倒産にすら至れない夜逃げや廃業が増えているのです。
家計の可処分所得の伸びも4年連続増加などと誇っておりますが、年率はたった 0.6、 労働分配率は役員報酬を含めても 66.2% と43年ぶりの低水準を記録しています。一般家庭の暮らしは苦しくなる一方であります。それは実質賃金指数にも顕著に表れています。2012年には 100.4 あった指数が、2012年には104.8だった指数が、2017年には 100.5 と 4% も落ちています。アベノミクスは生活できる待遇を与えていないのであります。これでは消費の低迷は当然です。世界経済も減速傾向にあり、米中貿易戦争という急減要素もはらんでおります。だからこそ国民民主党は家計第一を提案しています。まず消費税、このような経済情勢の中で消費抑制税ともなりかねないこの消費税の税率を今は引き上げるべきではありません。そして具体的な政策として、児童手当の増額、家賃補助、介護保育就業者の待遇改善など、まず徹底して家計を温め、消費から内需を活性させるべきだと提案をしています。また国民民主党は批判だけにとどまらない新たな野党の姿として、新三本の矢にも含まれている出生率 1.8 を実現すべきと訴えています。そのために今は国民民主党が提案する子ども国債の発行で消費を冷え込ませることなく、子育て支援を充実させる手法を採用するべきなのです。消費税率引き上げ対策もポイント還元や軽減税率制度など、高所得者ほど軽減額が大きくなる問題が解決されていません。しかも国会議員定数の約束を守らないどころか、与党の強行で参議院定数を6増する、これは国民をバカにしています。国民の皆さん、ずっとアベノミクス道半ばで経済は再生しません。富裕層や大企業が豊かになれば、中小企業や働く人などが豊かになるという考えは根本から間違っているのです。与党の皆さん、本当にトリクルダウン論者なんでしょうか。そして本当に今の局面で消費税引き上げを訴えられるんでしょうか。この政策に賛成をするということでないならば、この不信任案には賛成をしていただくべきだと思います。次は2000万円報告書の問題です。麻生大臣の対応がひどすぎます。麻生大臣の政権内の影響力に忖度をしているのか、安倍総理は指導力を発揮することもなく、大臣は今も仕事を続けています。市場ワーキンググループで示された報告書原案では、公的年金の水準については中長期的に実質的な低下が見込まれている、公的年金だけでは満足な生活水準に届かない可能性という文言は削除されました。諮問した報告書を受け取らない、気に入らない表現は認めない、官僚に責任を押し付ける、全国の年金生活者に思いを馳せる姿勢もない、官僚にも審議会にも政権への忖度が強まっています。遡れば森友やセクハラ問題での財務大臣としての対応、これでは政府も国民も誤った方向に導かれてしまいます。このような大臣を放置することはもはや国益に反しております。これも内閣不信任に値することだと思います。そして年金、総理はこの年金の財政検証、もう出すべきではないでしょうか。5年に一度行われる財政検証は、これまでも10年前、5年前でも厚労省の専門委員会が終わってから3ヶ月後には結果が出ております。今年の専門委員会は3月7日に終了。2021年からは年金支給額をさらに抑制するルールが導入されることになっています。この新ルールでは、物価が上がっても賃金が下がれば年金水準が下がります。過去に野党がつけた付帯決議で、この財政検証では新ルールに関する試算も示されることになっています。総理、ぜひ逃げも隠れもせず、参院選の前に財政検証を出そうじゃありませんか。そして
これからの年金のあり方を国民に問うべきです。次にイージス・アショア防衛政策の問題です。この候補地選定にかかる防衛省の調査はお粗末で呆れて言葉もありません。秋田と山口の県民、もちろん全国民が怒っています。標高の間違い、そして津波対策の必要性など初歩的なミス、基本的なミスの連続。そもそもイージス・アショアは中規模にも防衛大綱にもない自衛隊も配備を求めてこなかったものでもあります。これこそトランプ大統領とアメリカ防衛産業にまんまと総理がやられた、そんな兵器ではないでしょうか。政府の対応は秋田と山口、この結論ありきであります。その結果、捏造報告文書をもって住民説明を行ったにも等しい事態となりました。今や大臣の責任も総理は全く問おうとしません。その指導力のなさには失望いたします。候補地の住民、そして日々国防のために精霊する自衛隊員も今回の失態には憤っているに違いございません。そして辺野古埋め立ての強行です。6月23日に慰霊の日を迎えたばかりの沖縄県民は怒っています。知事選を含め3度連続で基地建設についての意思反対の意思を表明したにもかかわらず、安倍内閣は米国との再協議なども行うことなく知事選が終わった途端に埋め立てを強行しました。これは県民の民意を踏みにじる行為であります。安倍総理はこのまま埋め立てを強行し完成させてしまえば県民は諦めるだろうと高をくくっているのかもしれません。しかしそれは大間違いです。沖縄の人々は安倍内閣のしていることを決して忘れません。このような各地の県民に対する不誠実な姿勢からも我が国は安倍政権を不信任し新たな内閣を発足させればならない局面に来ています。以上、安倍内閣不信任案決議に賛成する理由の一部を申し述べました。野党の私たちは総理、あなた以上に、そして麻生大臣、あなた以上に国民生活の状況を知っております。少子高齢化や地方の疲弊を真剣に受け止めております。今こそ家計第一の必要性を感じております。全国各地の国民生活のこの安倍政権による衰退を黙って見過ごすわけにはいきません。アベノミクスのその先が安倍政権で実現できないのであれば、私たち国民民主党と野党各党が力を合わせ、家計第一のもと児童手当の増額や子育て支援、そして年金、地域経済の観点から家計を徹底的に温める政策で国民生活を支援してまいります。先ほど野党本来の役割を果たせという話がございましたが、役割を果たそうにも与党が全く委員会を開かない、このような国会で我々は大変苦労してまいりました。国民の皆様にはぜひこの姿勢も知っていただき、改めて私たち野党からこそ建設的な政治勢力の構築をしていくほかはないと考えております。心ある議員の皆様、本決議案への賛成をお呼びかけをいたしまして、私の討論といたします。ありがとうございました。